広見線は、愛知県犬山市の犬山駅から岐阜県カニ市の新カニ駅を経て、岐阜県カニ郡三武町の三武駅までを結ぶ、名古屋鉄道の鉄道路線。線名は、カニ市の母体の一つ広見町にちなむ名称である。運賃計算区分は C。犬山駅から新カニ駅間の各駅では、マニカなどの交通系 IC カード全国総合利用サービス対応カードが、 利用できる。起点の犬山駅を出ると進路を東に変え、富岡前駅に向かう。犬山駅富岡前駅間には犬山検査場があり、回送列車も多く運転されている。犬山検査場への引き込み線と分かれた後、禅寺の駅付近までは、田園地帯を走る。県境付近では、森の中を走り、途中空きトンネルをくぐる。蟹市内では沿線に、 市街地や住宅地が広がる中を、新蟹駅伊藤では、蟹川沿いを走る。かつて新蟹駅伊勢と伊藤を直通する列車は、同駅でスイッチバックしていた。また、名古屋方面からの直通列車は配線上、犬山駅でスイッチバックを行うため、犬山駅から新蟹駅間は、他の路線と進行方向が逆になる。蟹川駅から新蟹駅までは東西に、 まっすぐ結ぶ経路にはなっておらず、北へ迂回して、日本ライン、今渡り駅を経由する経路になっている。以前は、途中の明智駅から、八王子線が分岐していたが、同線は2001年に廃線となっている。1984年に、八王子線とともに同線でも富士重工業製の、警戒機動車、LE カーの試運転が行われ、 関山区間合理化のため名鉄がこれを採用し、同年八尾津線、翌年に新加ニ駅三丈駅間の一部の列車がキハ10型で、機動車化された。明智駅三丈駅間の機動車の運行はキハ10型からキハ30型に交代した1995年に、終了し、新加ニ駅明智駅間でも八尾津線廃止後は、機動車の運行が行われなくなった。 なお、犬山駅、西蟹駅、新蟹駅を除いて、無人駅である。広見線は新蟹駅を境に、成り立ちが異なっている。西側は、名古屋鉄道によって開業したが、東側は、東濃鉄道によって、期間 762mm の軽便鉄道として、開業した。新田住駅、広見駅間を1918年に、開業させていた東濃鉄道は、 広見駅三宅駅間を1920年に延伸開業。後に新田住駅広見駅間が国有化され、大多線となり、広見駅三宅駅間は新会社の東美鉄道が承継した。名古屋鉄道の路線となったのは1943年のことである。利用客の減少と駅集中管理システムの導入による経費削減のため、 学校前駅が2005年1月29日に廃止された。2007年に名鉄が新加に三丈間を廃止する可能性を示し、沿線自治体の加西や三丈町に今後の方向性や考えを打診しており、動向が注目される。また、この区間の駅には SF カードシステムを導入しないことが2008年3月27日に正式に発表された。 その後、2010年度から3年間、カ西、三ミ町、八尾ツ町の3自治体が赤字を補填することに決まった。補填額は3年間で合計3億円である。2013年2月には、カ西と三タ町が引き続き3年間赤字を補填することが決定している。以降、赤字補填を継続しつつ存続している。 2010年10月から11月にはこの区間の定期運賃を半額にする実験が期間限定で行われたが、マイカーから電車への転換客が少なく良い成績を上げることができなかった。犬山から新加にも沿線の高齢化が進んでおり、日本ライン、今渡り駅と新加2駅を除いて利用客の減少が続いている。運行形態は新加にを境に分断されている。 上りの朝の一部を除いて普通のみの運行。新加入駅までは6両まで入線可能。中部国際空港駅始発の準急で6両で、運転している列車は犬山駅で、名鉄岐阜駅よりの2両を切り離すため、広見線へは基本的に4両で入線する。ただし、2008年12月改正時点では、平日に限り、 昼以降の時間帯でも一部の列車は6000系列の6両編成で運転されている。なお、この場合は、豊橋駅、中部国際空港駅方に2両編成が連結されていて、犬山駅での切り離しは行われない。朝ラッシュ時、夕方、休日は普通列車も4両編成となる。この区間の途中駅はすべて相対式ホームに面2線となっており、 新加方面行きが1番線、犬山方面行きが2番線である。2008年12月27日のダイヤ改正時には、特急の前運行として 2200K、1700K を使った、犬山発普通新加行きも休日朝に1本のみ、設定された。これは、従来新加駅まで、回送列車として運行していたものを客扱い、するようにしたものである。 広見線での一部特別車特急用車両の、マーユニオは、これが初めてである。ミュースカイ、特急カニ川を渡る、特急列車犬山線へ直通する、全車特別車のミュースカイと一部特別車の特急を、平日、休日とも朝に上り、犬山方面の海を運行している。2008年12月27日より、広見線を走る、快速特急。 特急は一部特別車となっている。2011年3月26日のダイヤ改正後は、快速特急と、平日朝の特急の運転がなくなり、同時間帯に進化に駅発中部国際空港行き、ミュースカイが一本増発されている。2019年3月16日のダイヤ改正後は、平日朝のミュースカイが一本削減され、普通列車に変更されている。 2021年5月22日のダイヤ改正で、夕方以降の広見線へのミュースカイの乗り入れが、廃止された。かつて昭和の終わり頃までは、三鷹駅や八王津駅まで直通しており、八王津駅直通列車には、池け水子号という愛称が、7000系白帯車を使用した列車には、日本ライン号という愛称が付けられていた。進化に止まりとなってからも一部の列車は7000系が、 特急運用から撤退する1999年まで名乗っていた。西蟹駅がリトルワールドのアクセス駅だった頃はリトルワールド号という愛称列車もあった。かつては高速や線形系または1600系による豊川稲荷行きや1600系による国府行きの全車特別車特急なども運転されていた。ミュースカイ、特急とも 富岡前駅と全寺の駅を通過し、西蟹駅からは各駅に停車する。なお、上り列車は特別車の座席が、犬山線、名古屋本線での向きに合わせて、進行方向逆向きにセットされている。夏の長良川花火大会などのイベント時に有アリ時に、名鉄岐風発新化に行きのミュース会が運転されることがある。この列車は、名古屋を通らない珍しい特急である。 広見線内の停車駅は、定期の特急と同じで、2000系の4両で運転される。2008年までは、全車特別車特急で、7000系白帯車や1000系の4両で運転された。また、引退が決まった7000系パノラマカーの車音イベントの一環として、2008年8月30日には、 7000系元白帯車による臨時列車として特急日本ライン号が復活運転された。普通普通列車普通列車は昼間は毎時4本運転される。うち2本が犬山線を経由して名古屋方面と直通している。常名目線、空港線に直通する新加入駅、中部国際空港駅間の列車が30分間隔で運行されている。 2000年3月改正前は夕方に、床滑線直通の代わりに、豊橋駅発着の列車があった。2011年3月のダイヤ改正現在では、名古屋本線豊橋方面直通列車は、平日の朝に、稲駅と、平吉田駅と、国府駅が、各一本と、鳴海駅が二本、休日の朝に、上記の特急豊橋駅が三本走っている。平日朝ラッシュ時は、 新加駅発の列車が犬山駅で名鉄岐阜駅発の列車と並結して犬山駅から8両で運転する列車が6本あるが別の行き先になる。また平日の朝に西尾駅から1本だけ新加行駅が運転されている。平日朝ラッシュの新加入駅は時刻表上では多くが犬山駅発となっているが一部の列車は犬山止まりの列車や 名鉄岐阜方面への直通列車から名古屋、新加に寄りの2両、または4両が切り離されて運行されている。この他にこの区間内完結の列車を毎時2本運行している。この列車は犬山駅で新沼駅発着のミュースイ急行に接続している。また一部列車は列車番号を変えて名鉄岐阜駅、または東岡崎駅まで。 延長運転されている。なお、時刻表上、各見原線へ直通する列車は2011年3月の改正後は、朝の名鉄岐阜発新加ニ駅一本のみとなった。夜間20時台以降の新加ニ駅発の列車は、休日20時14分発を除いて、犬山線へは直通せずにすべて、犬山駅が終点となっており、 三宅駅発の列車から接続を受ける列車は、犬山駅で、同駅始発の準急中部国際空港きに、接続している。2003年ダイヤ改正以前の標準ダイヤでは、常名駅三宅駅間、犬山駅から新谷駅間が、毎時、各2本走っていた。また2003年ダイヤ改正後から2008年12月ダイヤ改正前の、標準ダイヤでは、 犬山駅から新谷駅間と中部国際空港発、新谷駅と新谷発港湾駅が毎時2本ずつ走っていた。過去の種別急行2011年3月26日のダイヤ改正で廃止され、広見線内で通過運転をする一般車のみの列車はなくなった。急行は犬山線、高見ヶ原線に直通し、名鉄岐阜駅から新谷駅間に運転されていた。 2008年12月27日のダイヤ改正以降は、平日朝の新加入駅一本のみの運転であった。ミュースカイ、特急と同じく、富岡前駅と前寺の駅を通過し、西加駅からは各駅に停車していた。2003年の改正前までは、犬山線名古屋方面の他にも三宅駅まで、急行のまま直通しており、新加入駅で、種別変更することもあった。 土曜、休日の運転は1998年4月6日のダイヤ改正で消滅し、以降は平日のみの運転となっていた。2008年6月29日同年12月26日には、ごくわずかな期間だったが5000系を使用した進化に発、犬山駅の休行も平日の夜間に数本。 運転され、犬山駅で、名古屋方面の一部特別車特急に接続していた。ワンマン列車この区間は、東農鉄道、東見鉄道名鉄東見線広見線と何度か、名称が変化している。開業以来単線で、明智駅でのみ、上下列車の交換が可能である。ただし2008年6月まで存在した名古屋方面、直通列車の多くは交換していたものの、 区間内のみ、運転の列車は新谷駅と三宅駅での折り返し時間を短くしているため、朝ラッシュ時と二重時代の車両入れ替え時以外は交換を行わない。昭和時代は特急、高速、急行も走っていたにのみ停車。鬼岩公園への観光アクセス列車として 7000K を使用した三宅駅の列車には鬼岩号という愛称がついていたことがあるが、 現在は普通列車のみの運転である。昼間は、毎時2本運転されており、犬山、名古屋方面直通列車に接続している。新谷駅三丈駅間の所要時間は、明智駅での交換なしで、約11分である。2008年6月29日のダイヤ改正で、犬山、名古屋方面との直通運転はなくなり、終日すべての列車が区間内を折り返し運転となった。 2003年3月27日のダイヤ改正時に、名古屋方面との直通列車が大幅に削減されて、以来区間内での折り返し運転が基本となっていたが、朝夕に犬山、名古屋方面との直通列車が残っていた。区間内折り返し列車は主に5300系や6000系、6800系による、車掌乗務の2両、名古屋方面へ直通する列車は6000系。 6500系や3500系、3700系、3300系による4両で運転されていた。この区間は、ホームの有効長が短いため、カオト駅とゴスーコー駅では4両編成は、ドアカットを行い、後ろ2両の扉が開かなかった。4両編成の列車はこのドアカットの関係で、基本的に固定編成が使われていた。普段は、三河線で、 ワンマン運転を行っている7 1 0 0系7 7 0 0系の5 3 0 0系のダイソーとして、たまに乗り入れていた。1 8 0 0系や3 1 0 0系も単独で区間内、折り返し運用についていたことがある。現在、三宅方面へ向かう営業列車は、すべて2両編成であり、新加入駅では2両対応の一番線にしか入線しない。6月29日に、 明智駅と三宅駅が無人化され、同区間は新加駅を除いてすべて無人駅となった。新加発10時14分以降は、ワンマン運転を行い、新加駅1番線に乗り換え改札口が設置されている。なお、これは、初めてのワンマン化ではなく、過去にはこの区間で、レールバスを運行していたので、2回目のワンマン化である。車両は、 ガマ線を走っている6 0 0 0系ワンマン改造車が、1編成回されて使用されている。朝は3 1 0 0系、3 1 5 0系、9 1 0 0系が1編成加わり2編成による運転で、運用が終わり新谷駅1番線に到着すると、一旦、明智駅1番線まで改装され、折り返し新谷駅2番線へ戻り、犬山駅となる。 運転区間や所要時間、折り返し時間が短いこともあり6000系、ワンマン改造車では、新カにと、三たけの方向膜は使用せず白膜のままで、運転区間は、貫通扉に、縦書きで、新カに三たけと書かれた行き先系統版を差し込んで、表示している。車内で流れる、自動放送は、三河線や瀬戸線で使われている女性のものではなく、 ガマ線と同じ男性のものになっている。なお、午前10時より前は、車掌が乗務し、すべての駅でホーム側のすべての扉を開ける。この時は、他の路線と同じく方向膜を使用することがあるほか、6000系ワンマン改造車は、ワンマンの表示がないサボを併用する。検査の際など6000系ワンマン改造車の運用の都合がつかない場合は、 終日車掌が乗務する。ワンマン改造車の入れ替えは、基本的に、1日1回、20時台に行われ、この時だけ、入庫車両の三丈発を11分繰り下げることで、明智駅で列車交換を行い、入れ替わる。最終と、その1本前の三丈駅に使われた車両は、運用終了後に新加入駅まで改装され、そこで、夜間退泊となる。 各駅には乗車位置の案内、自動券売機、バックミラーなどが設置された。乗車方法などは、蒲氷線と同様の方式をとっている。明智駅、河戸駅、五数港駅では、前の車両のみドアが開き、乗車口と下車口は、各一箇所に限られる。なお、三宅駅は、無人駅だが、終着駅。 始発駅であるため用意に乗車できるようホーム側のすべてのドアが開く。ただし車内放送で、先頭車両最前扉から下車するように促している。何かについては、明智駅、河戸駅、五数港駅、三竹駅では利用できない。新加入駅の中間改札で処理をすることによって、打線との直通利用は可能である。具体的には、以下の手順で行う。 2008年6月29日のダイヤ改正前には、と休日の朝に、犬山駅から新谷駅明智駅間の運転が2往復あった。さらに1995年までは、明智駅で折り返して、名古屋方面に向かう列車や、それに接続する明智駅三宅駅間のみ、運転の列車もあった。 かつては主に名古屋方面直通列車として使われていた3500系、7000系、5500系などの他にも、もう800系、3400系、3730系などの旧性能車、キハ10系、キハ30型といったレールバスも多数乗り入れていた。レールバスは、かつて新加入駅三鷹駅間や明智駅、 三宅駅間で利用者の少ない昼間時間帯を中心に多数運転されていて、晩年は2001年の八尾津線廃止まで車両交換と給油のため新加駅明智駅間を昼間に一往復のみ運行していた。この頃のレールバスによるワンマン運転は乗車時に整理券を取り、運賃と共に運賃箱に入れる従来と同じ方式であった。 2005年1月28日まで存在した学校前駅は普通列車の約半数が通過していた。2009年5月16日、7000系が臨時列車として久々に三宅駅まで乗り入れ、雨の中多くのファンが訪れた。また、7月5日と7月20日にも非公式ではあるが臨時列車として再び三宅駅まで乗り入れている。 2011年5月15日に、カモ1グランプリイン見たけが開催されるにあたり、昼間にこの区間の列車が増発され、15分間隔で運転された。この区間の昼間の増発は、平成以降はほとんど行われておらず、かなり珍しい。2021年5月22日のダイヤ改正からは、定期運用として、6000.6800K1 万、非対応車に変わり、 三千0百系、三千5百五十系、九千0百系が朝に三宅駅まで乗り入れるようになった。なお、三千0百系と三千5百五十系は2008年6月の系統分離以降、年に数回ダイソーで三宅駅まで乗り入れたことがある。廃止区間の駅は、後の節を参照。前述のような歴史的経緯から、 広見線では距離を示すキロポストが2つに分かれている。犬山駅、新加駅、新加駅、三宅駅。ありがとうございます。